準備に取り掛かれ。女王陛下の列車を引っ張るのは誰なんだろう。ああ、僕はもう年だからお呼びじゃないな。まあ、俺は愛想が悪いから失格だな。トップハムハット卿が選ぶのはもちろん僕さ。冗談じゃないぜ。君は丘を登れないじゃないか。トップハムハット卿は当然この僕を選ぶね。そしたらペンキも塗り替えてもらえるぞ。やがて雨が降ってきた。日が濡れないようにシートをかけた。電気屋さんは梯子の上だ。ヘンリーの煙が空高く舞い上がった。ペンキ屋さんは前が見えなくなってペンキ入れものともヘンリーの上に落っこちてしまった。かわいそうなヘンリー。あれば、こりゃとんだ失敗作だ。トップハムハット卿もやってきた。まるでデコレーションケーキだな、ヘンリー。そのざまじゃ女王陛下の列車は無理だな。仕方ない、他を当たるとするか。気を鳴らす。静かに。ヘンリーとジェームスがたしなめたが、トビーとパーシーは平気だ。陛下のために万歳三唱。みんなが一斉に汽笛を鳴らした。エドワードが滑り込んできた。女王陛下が到着するぞ。やがてゴードンが汽笛を鳴らしながら近づいてきた。気を鳴らしながら近づいてきた。おなじみの汽笛だ。女王陛下の列車が滑るように駅に入ってきた。ゴードンはピカピカに磨かれ、真鍮は輝くばかりだ。雪もね。そこへゴードンが除雪車を押してきた。気をつけろ、雪に埋もれるぞ。彼はトンネルで止まると大きく息を吐いた。そしてハプニングを聞く息を吐いた。そしてハプニングが、助けてくれ。スカーロイだって雪崩から生きて帰ったんだ。君みたいに大きな機関車だったらもちろん我慢できるだろう。ゴードンはうめくと雪のように静かになった。